樹二四金は、白木の第三代の王であり、聖は法、先代の南海継ぎ、津の長男。王妃は日地活文王の娘。三国維持では、王名を石海霊にしついまとする。紀元二24年9月以降に、南海継ぎ津が死去した時樹は、大志の位にあったが、妹婿であり、大助の位にあった昔奪会が特防を備えていたので、 ダッカイに多いを譲ろうとした。ダッカイは、成人は、歯が多いと聞きます。あなたと私とで餅を噛んでみて、歯の数を調べてみましょう。と答え、樹の方が歯が多かったので国人は、樹を王に立て、西金と合した。28年11月、役人に命じて、国内の家父、家父、一人身の者、老人などに食料を与えて養ったため、 隣国から白木に移入する者が多かった。32年、元の六村の名を改めて、それぞれに生を与えるとともに、17等の官位を整備、したとされる。36年、楽郎の兵が、北辺に攻め入り、江田山城が奪われた。翌37年に、高栗の大竹新王が楽郎を攻め滅ぼすと、楽郎の民五千人が白木に流入した。 これらの民は六部に分けられて住まわされた。四十年九月、先に濁老から独立していた、ワイの治めるカレー剣、二体剣が、白木の北辺に攻めてきたが、白国が出兵して、これら二剣の兵を打ちまかした。樹里シキンはこのことを喜んで、白国とヨシミを通じることとした。四十二年八月には白国の主張が金銃を、献上してきた。三国一によれば、 この年に、異西国を倒滅し、高栗から侵攻されたとする。57年9月に、在位34年にして、病に倒れ、脱会を大いにつけるように訓示を残して10月に死去した。父南海次次郎と同じように、死祖、核巨星の三笹である、三笹の域内に葬られた。三国式白木本に、樹里西近畿及び、三国維持維 第二南海王城では、近代門の解説として、西金とは、歯の筋が整っている様を言う。また、南海月次津が亡くなる時に、息子の樹里と娘婿の脱海とを呼び寄せ、私の死後は、牧師と昔師とで年長者が王となりなさいと言ったこと、後に、金子が加わって僕、昔、金の三世の間で年長者が王位を継ぐようになったので、歯を表す。西金が、 王の称号に用いられたとする国内に異部の施しをしたとき、このことに喜んだ国民が塗塞歌を作ったといい、これが白木での初の歌楽とされる。また、六部の改造を行った後に、六部を二つに分けて、それぞれに王女を配して二組に分け、7月16日から8月15日までの間、二組が互いに朝を紡ぎ、 どちらがたくさん作れるかの競争をさせたという。負けた方が勝った方に食べ物を捧げ、みんなで歌ったり舞ったりする、加廃という祭りとなった。負けた方が簡単して発する、い、行けるという声色が、哀れながらも趣向きのあるものだったので、この声色にちなんだかいける曲という歌が作られた。ありがとうございます。